こんにちは、ウキラン町フラチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは故郷の光景を懐かしんだり、行ってみたい、住みたいなどの参考になれば嬉しいと思っています。本日は鹿児島県薩摩半島の南端に位置する指宿市指宿駅周辺を散策したいと思います。というわけで魚見岳に来ています。標高 215m の山で、春には約600本もの桜が咲く名所で、山頂まで車で行くことができます。指宿市街地をはじめ、知林ヶ島や開聞岳、遠くは桜島まで眺望できます。夜は町の夜景が一望でき、満天の星空の眺めも抜群です。ドライブに寄ってみてください。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。指宿駅に行ってみましょう。はい、指宿駅にやってきました。竜宮城の門をくぐって東側の入り口より入っていきます。指宿市には JR の駅が11あり、代表する駅がこの指宿駅。指に宿と書いて指宿と読みます。自動改札機などはなく、ホームは改札と同じ地上にあります。乗り入れは鹿児島中央駅より枕崎駅を結ぶ指宿枕崎線。続いて路線図ですが、新幹線の通る鹿児島中央までは17駅の普通電車で1時間半、下りの枕崎駅までは18駅で時間は同じくらいで1時間半。上り電車にのみ快速電車が朝と夕に計3本と、鹿児島中央から指宿駅間を運行する特急の指宿玉手箱が1日に3本発車します。構内の緑の窓口は朝の7時半から15時15分まで営業ですが、途中11時半から12時半は閉まります。観光駅の指宿駅、市内にポケモンのマンホールの案内、電車のフィギュアのガチャガチャに、特急玉手箱の記念の撮影ポイントに、待ち時間に読める本が置いてあり、指宿の観光案内所も設置してあり、隣にはお土産の買えるふるさとショップ、さつまいも関連のお土産に、指宿市日本一の生産量とのこと、オクラにそら豆のお土産、温泉地の指宿サイダーからご当地のお土産を買うことができます。それでは出口を出まして、ロータリー、目の前に竜宮伝説の指宿へようこそと書かれた門があり、右手にはタクシー乗り場、送迎用の駐車場、左手には温泉地ならではの無料の足湯や記念撮影スポットが多数見えます。2代目の駅舎は1980年に完成、2003年に開聞岳の松林のイメージとして木彫に塗装されました。駅前の広場には歌人与謝野晶子の歌の石碑、指宿市の観光案内マップ、駅前に2022年新しく設置されたイブタマポストは観光特急の玉手箱号と同じデザインです。そして駅地下にある足湯は広く無料で開放されています。電車の待ち時間に最後の休息にいいと思います。それでは先に駅の北側より地下道を通って駅の西側を見ていきましょう。自転車も通れるようにスロープになっており、入り口にはハイビスカスに蝶々が描かれています。地下道にはいくつか観光ポスターが貼っており、抜けてきたロータリーには無料の駐車場、2時間を目安に止めても大丈夫とのことなので、こちらに車を止めて指宿駅周辺を観光するのもいいかもで、他にも各旅館行きのバスもこちらから出るようです。西側の駅前にはエステやネイルのトータルサロン福屋、そばに黒豚、郷土料理の長寿庵、住宅街が中心で、歩いて5分くらいのところには指宿図書館もあります。それでは東側の駅前に戻ってきまして、交差点左右に県道が通り、向かいにはイタリア料理に気ままなカフェ、ダンススタジオの2階には指宿観光体験の案内所、右手に見える商店街は後ほど見ていきましょう。それでは先に駅の北側の飲み屋通りの方に進んでいきます。駅前のバス停、
鹿児島交通にコミュニティ巡回バス、鹿児島空港行きのバスも出ています。駅前の角にはソフトクリーム鹿児島のお土産を扱う岡村商店、右手には居酒屋のパドルとその横にうっかり八兵衛、薩摩郷土料理の青葉では黒豚に地鶏、海鮮、温玉ラン丼も食べれます。カラオケレオとレアンジェは今はやってなさそうな雰囲気で、こちらを右手に飲み屋街が並びます。入り口にはリラクゼーションスパのエディパルク指宿、この通りは東西に約200メートルの飲み屋街が広がります。やってるかやってないかは分かりませんが、二十数軒のスナックや居酒屋の看板がありました。昭和時代の雰囲気漂う通り、行きはしなかったですが、西側にも裏路地にディープなスポットが立ち並ぶスポットがあります。ムーンリバーにパッション、リスボンピンキーとスナックの看板は個性があります。居酒屋のシンでは宮崎辛麺や鶏刺しにカツオのたたき、抜けた先にはセントラルパーク、毎年9月に行われる指宿温泉祭りのメイン会場になっています。駅に戻ってきまして、南側の商店街指宿の中央名店街を見ていきましょう。交差点の渡ったところには観光のポスターの広場、商店街の入り口のアーチにはようこそ指宿へと英語に中国語、韓国語で書かれており、外国の方の観光が多いのが伺えます。商店街入ったところにはベトナム食品を扱うひまわりマート、炭火炙りの南風、隣のルリ風では温玉ラン丼がテイクアウトできます。町のパチンコ鈴富は閉店してはおりますが、外観の雰囲気の昭和感がいいですね。着物の肥後屋さんはカフェやヨガ、写真のワークショップを開催します。中華風居酒屋の春は長崎のちゃんぽんに皿うどんが好評です。東西に約400メートルの指宿中央名店街、両片側ずつのアーケード、このアーケードは昭和52年に作られました。観光地の商店街ともあって飲食店が中心のようですが、なかなか厳しい地方の商店街、シャッターも閉まっているところが多く、歩いている人もまばらです。しかし地元の個人のお店ばかりなので、美味しい鹿児島料理に出会えることは間違いないかと思います。指宿に泊まった際の夜やランチに来てほしいと思います。それではここからは街の風景とともに指宿市の説明を挟んでいきたいんですが、人口は現在約3万7000人ほどで、鹿児島県の市が19市あるうちの9番目に人口は多いです。1954年に指宿町と今泉村が新設合併し、旧指宿市が発足しました。その後2006年に旧指宿市、山川町、開門町が合併し、現在の指宿市になりました。薩摩半島の最南端、錦江湾口に位置し、面積は 148.8 平方キロメートル、東は錦江湾を隔てて大隅半島と対峙し、北は鹿児島市、西は南九州市と隣接しています。年間平均気温18度の指宿市は、温暖な気候と温泉を生かした観光の町として、市内に至るところから湧き出る泉源は1000箇所を超え、砂に埋もれて入浴する天然砂蒸し温泉はユニークな入浴方法として国内外の旅行客から人気の観光スポットになっています。また市内には無料の足湯が6カ所設置されており、中には自動車学校の中にもあります。自然が作り出した観光スポットもたくさんあり、動画の最後でも訪れますが、九州一の大きさを誇る湖の池田湖、薩摩富士の別名で呼ばれる開門岳、浦島太郎が竜宮へ旅立ったと言われる長崎花、潮の干潮で陸続きになる
香り風景百選の地輪ヶ島といった縁結びのパワースポットや本堂最南端の駅西大山駅、ドラマの反響により一躍全国区になった篤姫ゆかりの地もおすすめです。食では温泉の源泉で作った温泉卵を使った丼の温玉ランドン、温泉熱を利用して栽培された温泉完熟マンゴー、また回転式そうめん流しは指宿が発祥の地で平成の名水百選に選ばれた東泉郷の郷田湧水と自然の中で食べるそうめん流しは格別です。また特産に夏の名産オクラに冬の名産そら豆は日本一の生産量、その他黒豚にカツオにマグロ、うなぎに焼酎などたくさんの美味しいものであふれています。ぜひふるさと納税にて試してみてください。というわけで目的地砂蒸し会館砂漠に到着しました。隣の広場には足湯に亀のモニュメント、指宿市周辺のマップが広場に描かれています。世界でも珍しい天然砂蒸し温泉は海岸に自然湧出する豊富な温泉を利用して行っており、泉質はナトリウム塩化物泉で神経痛、リウマチ、腰痛や五十肩、冷え症などなどの有効性が実証されているそうです。砂蒸し温泉は浴衣込みで1100円、タオルは別途200円ですが、持参すればタオル代はなくて済みます。体に砂をかけてもらい、波の音を聞きながら10分から20分もすると、温泉の熱と砂の圧力で体の芯からどっと汗が噴き出していきます。終われば砂を落として温泉に入ることができます。指宿でしか味わえれない貴重な体験、ぜひ来た際には訪れてみてください。それでは最後、指宿の自然の観光スポットや最南端の駅を見てお別れをしたいと思います。周囲15キロ、最大水深233メートルの九州最大のカルデラ湖の池田湖、誕生は約5700年前で、湖畔には四季折々の花々が彩り、薩摩富士の開聞岳が一望することができます。続いては鹿児島湾に浮かぶ美しい無人島の地輪ヶ島、3月から10月にかけての干潮時に約800メートルの砂の道が出現し、地輪ヶ島に歩いて渡ることができます。陸とつながる島であることから縁結びの島とも呼ばれており、渡ると記念に証明書を発行してくれます。西大山駅は本堂最南端の駅として知られており、鉄道ファンだけでなくたくさんの人が訪れる観光スポット、正面に開聞岳を望む素晴らしい景観が自慢で、駅前に立つポストは黄色の幸せを運ぶポストで、最後薩摩半島の最南端に突き出た岬の長崎花、浦島太郎が竜宮へ旅立った岬と言い伝えられ、竜宮花の別名を持ち、織姫様を祀った竜宮神社があり、先には白い灯台、自然が作り出した数々の観光スポットをぜひ一日指宿で楽しんでみてください。というわけで本日は指宿市指宿駅周辺を散策してきました。温泉、竜宮、薩摩半島最南端の町、この動画を通して少しでも指宿市を知ってもらえたら嬉しいと思います。それではこれからもいろんな町を歩いて回って散策していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。